下田木久座は、日本の農学博士。日本及び東洋におけるアスパラガス栽培の先駆者であり、日本全国に先駆けて、北海道岩内町でアスパラガス栽培の研究を手掛け、大正期に例外に強い品種改良に成功。日本で初めてアスパラガスの本格的な生産に取り組んだ。日本のアスパラガスの父と呼ばれる。昭和期以降も、肝油ビタミニや、 生活科学など多方面で活躍した。女子教育の先駆者でもあり、女学校の設立により女子教育に尽力した。兄は日本ボーイスカウト創始者の下田豊松、長男は医学者にして元旭川医科大学学長の下田昭久。岩内の農家で三男として誕生した。父は石川県出身の開墾者であり、家では北海道の開墾者のために、 米穀物や肥料の販売を営んでいた。長男の下田と松が家業を継がず、次男も旧正中学時代に創生したため、三男の彼が家業を継ぐため、肥料などの勉強の道へ進んだ。1912年に東京の私立薬学校を卒業後、岩内へ帰郷して家業を手伝った。その傍らで学校での勉強に加えて、 家業で扱う肥料のために、肥料学、土壌学、植物生理学、農芸学などを独学で勉強した。また、当時の岩内は、開墾からまだ日が浅かったため、豊作を目指して、単なる肥料の販売だけでなく、自宅の部屋を改造して研究室とし、新たな肥料の研究を始めた。さらに、診断農業と称して、農家を回って、田畑の土壌を検査し、 処方箋を書いて、肥料を販売するなど、肥料の販売方法にも工夫を凝らした。1913年、岩内は例外により、大凶作に見舞われた。しかも、下田が理想的な肥料を指導した場所ほど、その被害は大きかった。下田は大いに反省して、例外に強い作物を、北海道の農業により多く導入しなければ、 同民の食生活は一向に改善しないと考えを改めた。アスパラガス発祥にまつわる北海道うちの地、岩内、くっちゃん、肝別の位置関係1916年、下田は、くっちゃんに5ヘクタールの畑を買い、例外対策の作物の施策を始めた。例外に、強く、なおかつ生産過剰となっても、輸出可能な作物の種を、欧米諸国から次々に取り寄せた。 何らかの当てがあるわけではなく、全くのごリ夢中の研究であった。背広一着が35円の時代に、種代だけで350円に達し、下田は家業の収入の大部分をこの研究に継ぎ込んだ。下田は試作した作物の中で、育ちもよく、すべての作物の中で最も有望なものとして、アスパラガスに着目した。アスパラガスは春にワカを収穫した後、 秋までは養分が地下の根に溜まるために低温の影響を受けにくいという特徴がある。岩内の海岸にはアスパラガスに酷似した近隣種の細葉生地隠しが自生していた。下田は近隣種が自生していることから北海道でもアスパラガスが栽培可能と考えた。また当時アスパラガスは東洋では全く生産しておらず、日本では輸入に頼っていた上に、 世界的にも需要があったため、生産過剰になっても、本州や日本国外へ輸出できるとも考えられた。下田は、アスパラガスに限定して、試験栽培を続け、北海道の風土に合う品種を探すことに没頭した。日本国外の品種のうち、北海道と似た環境のもの、例外に強いものなど、試行錯誤の末に、ドイツ産とアメリカ産の品種との交配により、 例外に強く、かつ発芽も早い有料品種を生み出すことに成功した。岩内のアスパラガス畑こうして1921年、下田は北海道産のアスパラガスを完成させ、それを随王と命名した。翌1922年、下田は岩内郡、前田村にアスパラガスを植え付けて栽培を開始した。下田はアスパラガスの栽培とともに商品化を目指した。 1920年、自宅近くに、水溶食品研究所を設立して、缶詰製造を研究した。それ以前から、グリーンピースの缶詰やかまぼこなどの製造を手掛けていたことも、こうそうして、翌1921年、水溶種による缶詰の試験製造に成功した。その品質は、当時のアメリカ産のアスパラガスにも劣らない出来栄えであった。 1922年、下田は研究結果を取りまとめ、北海道庁に対して、道庁の技師、または大学の研究者を日本国外に派遣し、自身の研究成果を調査させ、アスパラガスを北海道農業へ取り入れるよう、権限書を提出した。北海道大学農学部は、下田一人の研究では、革新に足らず、 アスパラガスはまだ研究途上なので、北海道の農業に取り入れるべきではないと結論づけた。しかし当時の北海道庁長官の宮尾俊二は、ここまで研究したのだから、人任せにせず、自分自身が行くべきと進言した。渡航には費用の問題があったが、宮尾は北海道長官として、国有林の払い下げの権限があったので、国有林3本を下田に払い下げ。 それを売ることにより、費用が得られた。こうして下田は、道町の食卓として、翌1923年より、半年にわたって、アメリカ、ドイツ、フランスなど、各国のアスパラガス産地や、アスパラガス缶詰工場を視察した。帰国した下田は、宮尾の手引きにより、各界の有力者たちからの協力を得られ、1924年11月に、 岩内に日本アスパラガス株式会社を設立、専務取締役に就任し、本格的な缶詰製造に乗り出した。岩内のアスパラガス畑での、初めての採取の後継度1924年に、岩内の畑で初めてアスパラガスが採取できた。しかし、最終時期に天候が寒冷だったこともあり、硬くて食べるには適さなかった。下田は再び、 アメリカへ渡って環境と気候を調査し、帰国後にアスパラガスの苦味を除去し、香味を加え、栽培でも寒冷を防ぐ工夫を凝らし、東洋初のアスパラガスの缶詰が完成した。1926年、下田はアスパラガスの缶詰の販売を開始した。しかし、東京の一流ホテルなどは料理人の意地からか、アメリカ製が最良と主張し続けていた。 下田はわざわざアメリカ製の缶詰を取り寄せ、自分らの缶詰と比較し、品質が同等であることを説得し、販売上で成功を収めるには数年を要した。岩内はもともと漁業中心の町であったため、土質が畑に適さず、それ以上の栽培の発展は期待できなかった。土壌が粘土状でひび割れができ、光が入り込んで着色するため、 ホワイトアスパラは完全な白でないと値打ちが下がる。下田は工場近くの土地を探したが、収穫に年数を要するという条件があり、下田の希望に応える農家は少なかった。それに先駆けて、北海道肝別村の第四代村長である、志賀幹事は、1925年に、尻ベシ市長に出向いた時、例外に強いアスパラガスを知り、 アスパラガスこそ村に適した作物と見抜いて、同1925年より村内で試作をしていた。当時の肝別は経済的な危機に瀕しており、農民たちからの反応はかんばしくなかったが、第5代村長である千葉忠次郎がその事業を受け継ぎ、アスパラガスの本格的な導入のために尽力し、アスパラガスを村の構成策として主張した。 下田が肝別を調査した結果、驚くほどアスパラガス栽培に最適であることが確認され、話はまとまった。1927年、肝別の畑に100本の苗が植えられた。しかし、当時はまだアスパラガスについて理解度が低く、村民たちは批判的であった。最盛期に採取できるアスパラガスの量は、往福豆の2倍。 その他の豆作りの4倍の収入になると言われたが、それをあまりに話がうますぎると疑う者も,も多く、子供にあれは独草だから触るなという者も,もいたほどだった。下田は1929年から巡回講習を始め、アスパラガスの良さを解いて回ったが、それでも農家の人々は下田を信用しきれなかった。そこへ行天慶太郎という人物が誰も引き受けないのなら、 自分一人でも引き受けると名乗り出た。下田は感激し、彼が一人目となったことで、村人たちも理解してくれるだろうと考えた。その期待通り、アスパラガス栽培を受け入れる農家は徐々に増え、本格的な栽培が開始された。1929年当時は、栽培地は40ヘクタールだったが、4年後は、その倍以上の100ヘクタールとなり、岩内を引き離すまでになった。 1939年、肝別アスパラガス缶詰工場が完成、畑は452ヘクタールにまで達した。道内の創業工場は11、缶詰生産工は66,100箱を記録した。やがて作付け面積は、道央から道東まで、北海道各地に広がり、翌1940年には、全道で2,000ヘクタール、創業工場は12、 缶詰生産工は73,200箱に達した。北海道産のアスパラガス缶詰は日本国外から芸術品とまで言われ、品質は世界一とも言われた。下田はアスパラガスの事業が順調に進んだ頃から、スケトウダラの缶油ビタミンの研究、ザリガニの生、科学的研究、来る病の研究、生活科学の普及など、多方面での活動により、 生活文化の向上を図った。肝油ビタミンは当時の岩内がスケトウダラ量の後継機に湧いていたことから発案したもので1928年に自宅に水産工業試験所を施設し独自の手法でスケトウダラの肝臓に含まれる豊富なビタミン A やビタミン D の抽出に成功した。従来の手法ではタラの肝臓を煮て肝油を採取していたがその手法で 採取可能な勧誘は肝臓に含まれる脂肪分の一部に過ぎなかったため、機械的な方法で全ての勧誘を採取する方法を研究し、その手法を完成させ、1931年に発明特許を認められた。下田式勧誘として、日本国民、特に児童の健康増進に大きく寄与した。勧誘はノルウェーが、 世界的な主産地であったが、下田の勧誘は、その10倍の濃度があると認められ、ノルウェー、そしてアメリカ、ドイツにも輸出され、不要品として廃棄されていたスケトウダラの肝臓の価値を高めることとなった。ザリガニ研究では、ザリガニの産卵の研究が認められたことで、1948年8月、北海道大学から農学博士の学位を授与された。 救世専門学校の卒業者に博士号が与えられるのは異例のことであった。特に下田が尽力したのが女子教育であった。1936年5月、栄養学の普及と栄養学を身につけた若い女性の育成、そして女性の自立のために、それまでの事業で得た収入と資材を投じて、岩内に北海道府女実務寮を設立、運営に当たった。 これは栄養専門学校か栄養短期大学に相当する学習施設であり、このような施設は当時、北海道では唯一であった。下田塾とも呼ばれ、全道各地から女学生が集まった。運営費にはアスパラガスの工場の利益が充てられ、授業料や食費はすべて免除された。下田の主張は、子供を産むのも母、育てるのも母、女子の教育こそ、 農業村の後輩を救うであった。この学校の創設時に建てられた聖徳碑には、楠木正成、孔子、孟子の母の意味で、楠木母、アナ母、孟母と刻まれており、これらからも下田が目指した女子教育の意識の高さが伺える。生徒たちは栄養分析のために、モンペ姿で農園で実習していたことから、モンペ学校とも呼ばれた。後に、 名称は、北海道女子学院、北海道学院、下田生活館と変更されつつ、21年後の1957年に、火災による校舎消失で廃校となるまで、卒業生の数は255人に上った。卒業者は、栄養学のみならず、一般教養や、茶道なども身につけ、結婚相手の候補として低手余ったであり、町民には、 花嫁学校の愛称でも親しまれた。戦前に起こされた日本アスパラガス株式会社は太平洋戦争の勃発に伴い主に欧米向けだった缶詰が輸出停止になったことや戦時統制によりアスパラガスが普及作物とみなされ芋など軍需作物への転作を強いられたためなどが理由で解散した。下田もその後は第一線から退いていたが 1961年に食品会社であるデイジー食品工業がフラノへ進出した後、フラノ市の事務所長を務め、アスパラガス作りに復帰した。晩年には、妻の死により、一度は深く悲嘆したが、市別市の農事委員会から依頼されたことで、アスパラガス栽培の調査に取り組んだ。アスパガラスに生涯を捧げた下田は、アスパガラスにより再起し、その行動力は、 晩年においても衰えることはなかった。70歳代は、フラノで過ごした後に、1970年2月、75歳で死去した。死去と前後して、下田のアスパラガス栽培にまつわる北海道口の各地に発祥の地としての石踏みが混流された。日本アスパラガス株式会社は1951年に新会社として再興されたが、 安価な輸入缶詰に押されたこと、収穫作業に人手がかかることなどから、缶詰製造は1996年に中止され、1980年より始めていた飲料製造に特化された。こうして、岩内のアスパラガス製造は一時は停滞したが、その後の2001年には、下田を講師とする岩内のアスパラガスの普及を目指して、 日本のアスパラガス発祥の地岩内生産者の会が発足し、アスパラガスの岩内ブランドの確立、会員の農家が収穫したアスパラガスの出荷、栽培希望者の相談などに努めている。また、札幌市の北海道農業研究センターでは、下田の作った水王と別種の交配によるアスパラガス、水友が育成されている。 岩内町新宿にある岩内町郷土館には、下田が戦前に、アメリカへの輸出向けに製造したアスパラガスの缶詰、会社設立時の主意書、欧米視察時のパスポートやトランク、アスパラガスと、缶油製造の研究報告冊子、大正時代のアスパラガス畑や缶詰工場の写真、1961年に、下田が札幌で、 昭和天皇にアスパガスラ産業について解説した古信仰の原稿、北海道府序実無料の生徒たちの実習の様子を収めた写真など、下田とアスパラガスにまつわる貴重な資料が保存されている。珍しいものでは、昭和初期のアスパラの収穫から運搬、工場での作業過程を収めた記録映画、アスパラの歌があり、映像コーナーで視聴可能である。平成、 令和以降においても、岩内では、下田が、下田博士と呼ばれて親しまれているが、岩内近郊以外では、知名度は、さほど高くなく、治療も少なかった。このことで、下田の次男は2019年、鹿番として、下田義久さん商伝を発行した。2020年6月には、翌2021年が、随曜主誕生から100周年を迎えることを記念して、 岩内の市民科学者である斎藤武一がこの商伝をもとに下田の足跡をまとめ鹿番小冊子生まれいずる希望アスパラガス誕生物語を観光して静かな反響を呼んだ父親の下田に三郎は石川県出身の入植者であった開墾地である原野を掘り起こしていた時 土の中から一分線が見つかり、これを一生懸命に働きなさいとの神からのお告げと信じて家業が大きくなっても神への信仰心を忘れなかった。商売は単に収入を得るのみならず、人のために行うものと考えており、この考えは息子の寄給材も受け継がれた。兄の下田と松は1916年に北海道内のボーイスカウトの草分けである、 岩内少年団を結成し、弟の気球座が家業を継いだ後に、ボーイスカウト運動に没頭。その一方で、広い人脈を持って、気球座の仕事を支えた。下田が、くっちゃんで、例外対策の作物の施策を始めた後、1917年に、岩内からくっちゃんへ移住。後に、気球座の弟の下田久夫も移住し、岩内に住む気球座に代わって、 農場の経営管理に当たった。北海道庁長官の宮尾俊次が、気球座にヨーロッパ視察を進言したことも、豊松の少年団関係で、宮尾に世話になった縁であった。肝別村長の千葉中次郎が、アスパラガス栽培に乗り出したのも、千葉が豊松と会う機会があり、アスパラガスに話が及んだことで、気球座との交渉に至った経緯があった。肝別町の アスパラガス発祥の地の一アスパラガスの試作が行われた肝別では、1965年に有志により肝別と札幌の境である中山峠にアスパラガス発祥の地の石踏みが建てられて肝別が発祥地であり、北海道知事より発祥地として功績を称えられたとの碑文が添えられた。岩内城のアスパラガス発祥の地の置これに対して岩内では、 アスパラガス栽培の発祥は、紐別ではなく、岩内だと主張し、10年後の1975年11月に、岩内町内に、日本のアスパラガス発祥の地の石踏みが建てられ、下田がアスパラガス栽培の講師だとする碑文が刻まれた。最初に、アスパラガスが植え付けられた地は、団地となり、多くの人が働いていた工場もなく、 アスパラガス栽培の痕跡はほとんど残されていないが、工場跡地の前を通り、下田の邸宅や研究所へ続いていた坂道は、岩内町民の下田への敬意と誇りを込めて、アスパラの坂と名付けられている。また下田が最初に、例外対策の作物の施策を始めた、くっちゃんもまた、発祥の地を主張している。下田と松と久尾が、試作地を管理した後、 と松が、落農に転じて、被作地が次第に宅地となったため、久男が被作地にアスパラガス発祥の地の木柱を建てた。さらに後には、その場所に農業共同組合の事務所が建てられたため、発祥の地の痕跡は現存していないが、被作されたアスパラガスは半ばや成果し、戦中から戦後にかけての急防期に、くっちゃんの多くの住民がこのアスパラガスで食糧難をしのいだ。 また、下田兄弟の没後も、豊松の息子が所有地で随用種を保存栽培していた。こうして、下田義久さんとその兄弟にまつわるアスパラガス発祥の地が北海道内に混在する事態に至っている。このことについて、北海道与一郷土研究会会員であり、京国町市、茂別町市を表した前田勝美は、 下田義久さんの本拠地が岩内であり、東洋で最初のアスパラガス缶詰の生産地も岩内であることから岩内を発祥の地とみなすのが死闘と述べており、肝別をアスパラガスを育て上げた地として、アスパラガス洋蘭の地、くっちゃんを試作成功の地と結論付けている。ありがとうございます。